はいどうも、風間ゆうりと申します。ダーククロニクルの続きをやっていきましょう。だいぶお久しぶりになってしまったんですが、今回はじゃあダンジョンからやってみましょうか。ダーククロニクル、ちょっとお久しぶりになってしまったのは訳がありまして、新しいパソコンを私買ったんですね。で、それに移行するのに手間取って遅れてしまいました。はい、大変お待たせいたしました。ちょっとね、まだね、画質もね、模索中でして、もっとより良いものをね、作れるように頑張っていきます。白の封印、体力、ステータス以上を回復することができなくなった。はい早速嫌な指示だな。ですね、まあ動画撮ってない間に、堀おばさん、仲間にしたパン屋のおばさんはシャーロットに住まわせました。あとはね、なんかやったかな。あとは特に何もしてないかな。もうずーっとね、パソコンとにらめっこしててね。どっちにする？どうしようかな。赤い箱。なるほど。いいかな。タイマーのクリスタルもなんかそんなにもらえてないんだよな。ちょっと嬉しいかも。お、フロアムック。早いね。行き止まりだし。もうすごい個人的な話になっちゃうんですけど、ずーっともうここ数日、1週間ずーっとパソコンとにらめっこですよ本当にもう難しいね。あー、これはダメだ。ユリスじゃないと、ライドポットじゃないと無理だ。だからダーククロニクルも1週間、いや10日ぶりかな、10日ぶりくらいですかね。いや、腕がなまってないといいんですがね。やっと。いや、七色鳥の森終わっちゃいますよね。ね、ここのフロアともう次が最後なんだよな。まあ分かれ道の方はまだ行けないから本当の終わりではないんだけど、シャーロットの発展が全然できてないんですよね。いいのかな、あんなんで。あんなんでいいのかな。どうしようかな。出口がそっちだからこっちから回ろう。あ、ジオストーンだ。シャーロットも作ってってるけど、指示通りにね、分かる範囲での情報でこの指示通りで作ってるけど、ライトポットの燃料回復しちゃおうか。あ、全然元気なのね。いや、しょうがない。どうする、未来も全然発展してないんだよな。大丈夫なのかな。私なんかやり忘れてるかな。あとはそうだな、前回のパートでそのコメントでアドバイスいただいて、その左上のね、ヒットポイントの下のアイテム欄、ここにそのアイテムをセットすると回復とかすぐできるよって教えていただいて、私昔もね、そのここの役割を全然活用してなくてわざわざ毎回メニュー開いて回復してたんですよそれが癖づいててね。いや、今度はね、私も大人になったことだし、ここもちゃんとね活用していこうかな。なんかいるかな。ずっと、え、
いない？何にもない？マジで？こんな端っこまで来たのに。うわ、なんもないじゃん。なんもないじゃん。ひどいな、もう。じゃあ向こう側まで行きますね。っていうか、そうか。このフロア、回復ができないから、さっきライトポットの回復もできなかったんだ。そうだそうだ。いろいろ、いろいろボケっとしてんな、本当に。銃は弱いな、やっぱり。あ、怒らした。やべ。やべ、怒らした。えい、よしよしよし。いやー、銃もね、成長させたいな。どうする？メダル、いやー、でも回復できないんだよな。やめとこ。他の真似はしないようにしよう。持ってるよね。確か、糸切り棒だっけ？ただの木の枝。モニカちゃんにあげて、よしよし。あー、なんか久々に見た。一回だけ倒したやつ。やべえ、名前が見えない。ティグリフか。ほうほう。例えば、そうだ、ちょっと待って待って、そうだ、私このグラディウスも鍛えなきゃいけないんだ。あ、ビンビンドリンクじゃん。飲むと体の奥から力がみなぎってくる。一時的に能力がアップする。めっちゃテンションが上がる。ちょっと危ない薬というかね。やば、危ない危ないって言ってもうぶつかっちゃったよ。でも攻撃食らっても5ポイント程度なんだ。そんなだね。え、いや、この剣じゃ無理かな。うん、やっぱそうだよな。ちょっと待ってね。経験値だけこのグラディウスにあげたいから、この剣で、おうおうおお、当たってねえぞ。危なっ。これちょっときついな。今成長させるのはきついか。あ、でもこれ、ギューモだったら倒せるかな。よっほー。よしよし。レベルアップしたね。なんか宝箱、近いな。近いな。マジで、ミミックを警戒しちゃう。でもこのフロアは出ないのかな。でかい。ちょっと無理。ライトポットじゃないと無理。こいつで最後だな。よしよしよし。終わった終わった。じゃあライトポットに乗ってるとユリス無言なんだよ。あ、そっか、最後のやつがゲートキー持ってたんだ。なあ、ちょうどここ水辺だから釣りしてく？久々に。まあ耳が一番多いから耳つけとこう。この辺？まあ近いけど。やべ、釣りの仕方も若干忘れてた今。メニュー邪魔だね。よしよし。まあでもダンジョンだからって別に特別な魚が釣れるわけでもなく、どうせね、グミとかなんですよ。別にグミが悪いわけじゃないけどもね。あ、ハグハグちゃんね。そうそう、グミかハグハグだな。まあこんな感じだよな。とりあえずでもいっか、出ちゃおうか外に。
やべ、マップがない。あ、そっか、こんな近くだったのね。では脱出しまして、どうしようかな、一回シャーロット帰ろうか。なんかね、このフロアで手に入れたジオストーンで何か情報が得られるかもしれんしな。だって次が最後だもんね。ほら、七色の滝、マジか、もう終わりなんだね。早いわ、あっという間だったな。じゃあシャーロットに行ってジオストーンを、あれ、ここだっけ、オッケーオッケー、ここね、ジオストーン読み込んで、なんかできることはあればやっちゃいたいな。あとはそうだな、仲間にするって言ってたルネちゃん、メイドのお姉さんもう気になるから見に行きたいよな。実のなる木、丘、未来にジュラックが復活している。はあはあ、あ、条件ね、目や鼻のついた3つの木を川で囲む。あー、川で囲む、未来にジュラックの枝ができている。はいはいはい、あれだよね、私が植えた目の木と鼻の木、あれを川で囲むのか。はあはあ、だとしたらだいぶ開拓しないとな。未来に枯れた巨木、そうか、じゃあちょっとやってみようか。ここのこの適当に適当に作った池を壊して、そうだな、じゃあもうど真ん中に置きます。あば、あ、ここは別に消さなくてよかったか。うん、まあとりあえずこんな感じで、で一回目と鼻も回収して、へへ、ここに植えようか。そうか、水をね、資源として必要なのね。あー、でもいやー、狭いな狭いな、やっぱダメだな、グリーンの木が邪魔だわグリーンの木がめちゃくちゃ邪魔。どうしよう、ちょっと待って、あー、どうしようかな、ちょっともうちょっと片付けてちゃんと組み立てよう。未来に変化がありました、何か起こりそうです。よしよしよし、とりあえずその全部を囲う必要はなかったらしくて、この水でね、このジュラクの花と芽の木を囲う必要はなかったみたいで、で今分析が 50% まで来ました。あとはルネを住まわせることと、カルチャーポイントが40以上、ミレーネも住んでいるようにする。うん、だからとりあえず家に人を住まわせなきゃいけないんだよな。うんうん、未来に変化が起きたというので、じゃあちょっと覗いてみようか、どうなったかな。おー、復活してる、ジュラク様。
させてくれたのはお前たちなのね。はい、モンジュラク様はこのくらいのペースで喋ります。何かとっても長く眠っていた気分なのね。のんびり屋さんなんです。ジュラク様、教えてください。なんなのね。グリフォン大帝と呼ばれる人物のことが知りたいのです。きっとグリフォンは闇を司る恐ろしいモンスターです。あいつは、あいつは時を超えて真実をすり替えたの。本当の目的はわからないけど、あいつをこのままにしておけばこの世界はみんな消されてしまう。ジュラク様もグリフォンに起源点を操作され存在を消されていたのです。あ、早くあいつを止めないと大変なことになってしまいます。ジュラク様ははるか太古の昔より祖先の記憶を引き継いで転生を繰り返していらっしゃるのでしょう。それならジュラク様の記憶の中にはこの星で起こった全てのことが刻まれているはず。ジュラク様ならグリフォンのことを知っているはずです。あいつがどんな奴でどこにいるのか教えてください。ジュラク様、グリフォン、残念ながら覚えていないのね。申し訳ないのね。アラマ、はあ、ダメでしたね。おお、ジェラク様だ。あ、すげえ、つづらがいっぱい。ご褒美だね。エデンの果実と魔女のパフェと、あ、ここにもある。ポテトパイと、これもエデンの果実かな。あ、そうだね、2つずつ。あっちにもあるな。え、こんなにいいの。あれかな、いろいろといっぺんに条件をクリアしたから一気に出てきちゃったのかないやー、いいな、嬉しいな。あとは拾い忘れてないかな。うん、っていうかこの子一人だったのに増えたね。ジュラク様が復活したよ。それにしても今までジュラク様のことを忘れてしまってたなんてどうしてなんだろう。まあ存在自体なかったことにされていたからね、しょうがないね。私今までどうしてたのかな。うん、よく思い出せないの。あれ、よく見ると珍しい格好をしてるね。かっこいいだろ。じゃあどうしようかな、食べてしまう。あ、そっか、3つか。ちょっと待って、今どういう状態だ。半分ずつだね。しよっかな。モーニカ、ユリス、ユリスに使っとこうかな。ちょっと現状ね、ユリスが死んだらライトポットも使えないっていうハンデがあるんでね。とりあえず、あ、確か、このキノコも大事なネタだったような。あ、やっぱり。でも、ただのキノコだった。ジュラクモール。ショッピングモールみたい。ホラン。ん？違う。ユーランだ。ユーランと、君は？
あれ、ベリル、ベリルかな。うんうん、少しずつ復活したんだね。で、これがモンジュラク。喋り方がさ、あれだったよね、なんかもののけ姫に出てきそうな。おお、もう記憶が今一つ戻らないのね。もう少し時間が必要なのね。そうか、起きたばっかりだもんな。これさ、鼻の穴入ってみたいよな。鼻の穴入りてー。よし、じゃあもうできることはなさそうなので、じゃあとりあえずジュラク様は復活したから、ルネちゃんを迎えに行こうかな。未来に変化がありました。何か起こりそうです。え、今行ったばっかなのにもう変化が起きたってこと？マジかよ。ちょっと待ってくれ。あー、間違えた。どうしよう。んー、でもとりあえずルネちゃんのとこに行ってみようかな。ルネちゃんまた来たよ。あ、坊ちゃん、やっと洋服ができました。本当に？いただいた材料を無駄にしてはいけないと思って最後まで頑張ることができました。まだまだ満足いく出来じゃないんですけど、着ていただけますか？もちろんさ、緑のオーバーオール。はあ、何かをやり遂げるっていい気持ちですね。これで私も自分に自信がつきました。私なりに精一杯頑張りますので、旅のお供をさせてください。ルネが仲間になった。ありがとう、ルネちゃん。緑のオーバーオールって、あ、やっぱりそうだ。最初に選ぶときにユニフォームであった洋服ですね。きっと、もともとこっちの洋服を選んでたら、デニムのオーバーを作ってもらってたんだろうね。うんうん。これがあのね、正式なユニフォーム、うん、ユリスの服装だよね。おお、しっくりくるな。洋服の着心地はどうですか？正直な意見を聞かせてください。何も言わないかい。なんかええや、ユリス。最高、最高の出来だぜって褒めてやれ。そうだよな。じゃあルネちゃん仲間になったからつまわしてみようか。